皆さんこんにちは、エリコです、今日はですね、ドイツのドレスデンというところに来ています、ドレスデンはですね、東ドイツにあります、今日はですね、このドレスデンの街をちょっと散歩したいと思います。アナログとハイテクの融合ですね。これ信号待ちをしてます。馬が、でこの川がですね、エルベ川です。でここのドレスデンは、チェコまで本当にすごい近くて、だいたい30キロぐらいでここからもうすぐチェコに着きます。ジブリのカラカラですね。カラカラがいるんですけど、これドイツのパン乗ってる。今からですね、世界で一番綺麗な牛乳屋さんがあるということで、今ずっと歩いてきました。そろそろ到着するんですけど、結構ツーリストのバスが止まってるんで、多分ここ。今日は22度ぐらいなんですけど、すごい暑いですね。ここっぽいかな。ここですね、多分。着きました。第2の私が行きたかったところです。クンストパサージュっていう場所です。アートが見れるところらしいです。ここ木でできてますね。なんかレンガっぽいけど、レンガっていうか石っぽいけど、実は木だねこれ。ああここか、ここですね。ですね、これどんどん水が上から流れてきてて、下まで来てます。ここは普通に人が住んでるそうです。1階はお店になってるんですけど、2階以上は普通にもう人が住んでるアパートですね。そして次はまだここかな。ここはただのカフェ。今日はね、残念ながら日曜日なんで、日曜日はどこのお店もお休みなんですよね。残念。
かわいいカフェ。お昼はケバブを食べたいと思います。ケバブはですね、なんかあのトルコ料理っていうか中東系の料理だと思っている方が多いんですけど、実はあのドイツ料理です。ドイツにいるトルコの人たちが考えた料理らしいです。ここは結構美味しいらしいんで、ここに入ってみます。ハロー。ケバブが来ました。超でかいです。私の手と同じサイズ。美味しそう。Like this?And? すんごいボリュームこれ。でも野菜と肉で超ヘルシーですよ。食べました全部。めちゃくちゃ美味しかったです。ケバブ、日本で食べたことなかったんですけど、すごいイメージが変わりました。ごちそうさまでした。あれはですね、ビールボートといって、ボートに乗りながらビールを飲むものだそうです。わあ、すごい綺麗この壁。中はですね、だいたいドイツの博物館とか美術館は中写真とか撮れないので、ちょっと外側だけお見せします。今入る前ですね、美術館に。天井もこんな感じになってます。先ほど王宮博物館を出ました。すごい豪華で、結構見るところも中身あるので、もしドレスデンに来た人はぜひ見ていった方がいいと思います。結構ミュージアムというか博物館がいっぱいあるんで、1日だと結構ギリギリですね。なかなか回れないです。見るところがいっぱい。今教会の前にいます。ドレスデンはいかがだったでしょうか。私はですね、これからイタリアに、行きます。ですので多分次回の配信はイタリアからになると思いますので、皆さんまた楽しみにしててください。それではまた、チャオ。